losing time, I'm fading fast. I just...今日の鍛錬は今一つだったわ。もっと鍛錬しないとダメね。君ってさ、本当にひたむきだよな。見てると申し訳なくなってくるよ。なんであなたが申し訳なくなるの？私が未熟だって話でしょ。見ててよシルヴァン、次の戦いでは今回の倍は活躍してあげるわ。そういう話をしてるわけじゃない。巻き込んじまったと思ってさ。俺たちにとってこの戦争は自分の家が滅ぶか否かの戦いだ。負ければ家も家族も生まれ育ってきた故郷さえも何もかもを失うことになる。けど君は俺たちとは違うだろ。君は好きな場所で生きられる人間だ。そうね、確かに私は根なし草よ。君には故郷と呼べるような場所はないのかい？一応あるにはあるけど、あの山奥の村を故郷と呼んでいいのかは正直なところ私にもよくわからないわ。きっと私は一生理解できないのよ、あなたたちの故郷にかける思いは。なら君は陛下からもらう金のためだけにこれだけ真摯に働いてくれてるってことか。私が真面目に働くのは今度こそ仲間を守りたいからよ。まあお金も大事だけど。なるほどな。なかなかキザなこと言ってくれるじゃないか。今の私にとっては仲間がいるこの国こそが故郷みたいなものなのよ。こんな暮らしにくい国を故郷みたいなものだなんてよく言うぜ。寒いし貧しいし何より娯楽が少ない。おまけに試練なんて出来まで抱えてる。それはまあ否めないけど、それでもあなたたちにとっては大事な故郷でしょ。ああそうだな、それは間違いない。そんなつまらない故郷を住みよい土地に変えるのも俺たちの仕事なんだろうさ。戦争が終わった後はともかく、今は私も全力であなたたちを手伝うわ。あ、そうだ、それで思い出したんだが、少し前に図面を見せた魔導放題の件、後で実験に付き合ってくれないか。さっき試したらだいぶ悲しい威力でな。ええいいわよ。やっぱり完成はだいぶ遠そうね。おいおい、一応いろいろ試してるんだぜ。魔導学院に声かけたりもしたし。そう慌てなくてもそのうち成功するわ。私は知ってるのよ、あなたがやる気を出した時は必ず結果がついてくるって。